まあ、人との触れ合いについていろいろと思うところがあると思うんですけども、コンビニの弁当を冷たく感じる人もいればね、このコンビニの同じ弁当に人のぬくもり、いろんな人の思いが込められてるなっていうふうに感じることができる人もいると思うんですよ。まあ当然ですけども、コンビニ弁当って自然にそこにあるわけじゃなくって、コンビニのお弁当屋さんで働く人とか、その食材を作ってる農家の方とか、それを運んでくださるトラックのドライバーさんとか、様々な手が関わってるわけですよね。まあそういうふうに一つの事象を、愛情と人のまあロークってものがね、そこにあるんだなって展開できれば、もはやどんなものにも人の触れ合いってのを感じることができると思うんですよ。廃墟になった商店街とか、廃校とかね、廃屋、廃村、こういったものに無機質な寂しさを感じることもできれば、まあ目を閉じてね、そういったところの賑やかだった頃の人の夢とか希望や関わりを見ることのできる人もいるんですね。逆にたくさんの人に囲まれているからこそ感じる寂しさや孤独もあると思うんですよ。人との触れ合いを求めるんだったら、触れ合いたい自分になること、これも回答の一つじゃないかなと思います。